をさせていただきます。森脇りりかです。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介お願いします。はい、マイデアダーリンの佐久間由香と東條ゆりあです。よろしくお願いします。かわいいお姉さんが2人も嬉しいです。じゃあなんかいつもこうやって呼ばれてるよとかがあったら教えていただきたいです。でもそのまんまやね。はい、そのままです。でもうちら2人でよくゆかゆりやって呼ばれてます。ゆかゆりや、ゆかゆりや、ゆかゆりやって呼ばれてます。ゆかゆりやって呼びます。私もなんか衣装のコンセプトとかがあったら教えてください。はい、今日はあのビスさんの雑誌のイベントでファッションショーに出演させていただいたんですけども、2人とも、ね、おしゃれ系の、そうですね、ファッション系の水着になってます。なんかファンの人にもなんかこうたまにその推しメンの水着はちょっとっていう人でもなんか結構こう可愛らしいファッション系の水着だったので、すごいいっぱい可愛いっていうか喜んでいただけました。なんでこんなにスタイルがいいんでしょうか。なんかやっぱ体力なんか管理、あ、待ってます、やめてください。なんか管理とかって結構しているんですか。管理はしてますね。管理をしてます。何してるとかって教えてもらってもいいんですか。パーソナルジムに通ってて、でも食事管理はこっちの方が頑張って教えてください。食事管理ですか。食事管理頑張って。でも今回はなんか結構私はお酒めっちゃ飲んじゃうんで、うん、大好きなんですけど、そんな大好きな大好きなお酒を2週間ぐらい我慢したのと、基本的にタンパク質を中心のご飯が多いのでそれが一番ですかね。でも全然苦痛じゃないんですけど、今回あと2日前から2人で一緒に週抜きダイエットしました。すごい。大丈夫ですか。倒れないでくださいね。いや気をつけてください。本当に。じゃあ最後にファンの方に何か一言あればお願いします。近代麻雀にはね、あの初めてゆかゆりはどっちとも初めて出演させていただいて、水着で人前に出るの初めてだったんだ。そう、超緊張してありがとうございます。見てくださって、ね、あの普段、はい、普段はライブ活動してるのでこういう機会もあったり、ライブに来てくれてもいいので、ぜひ2人とマイデアダーリン6人グループで活動してるので、マイデアダーリンの応援よろしくお願いします。バイバーイ。